きんだ。カズマもいないからパソコンもないし。どうしたの？うん、なんでもない。調べたわよ、ガン森彦の過去。何も資料残ってないんだもん。苦労したわ。で、どうだったんだ？確かに彼は当時右腕だった助手を失ってる。助手の名前は連城悟。連城悟か。突然銃で襲われ死亡。犯人は今でも捕まってない。大丈夫？金太、その顔、昔に戻ったみたい。来てやったわよ。出てきなさい。話をつけようじゃないの。これ犯人花屋さんですね。いいな、キャリアは単純で。ありがとうございます。いるんだろ。姿を現せ、ケルベロス。お前たちの仕業なのか。我々は指一本触れてはいませんよ。ほんの少し迷われているクライアントの手助けをしただけです。お前たちのやってることは立派な犯罪だ。そのご様子では我々冥王星を捕まえかねない勢いですね。僕は本気だ。では賭けでもしませんか？賭け？もし竜様が私の立てた殺人計画を全て解き明かすことができれば、私は警察に全てを告白し、おとなしく手錠にかかりましょう。もし解けなければ。キュウ君と言いましたっけ？彼やその仲間の前で告白なさってください。リュウ様が冥王星の正当な後継者であると。どうです？面白い賭けでしょう。分かった。受けてたと。龍が冥王星の後継者。この番組はソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
現場に残された手紙、それで犯人は葉月さんをおびき出したみたい。今夜屋根裏部屋にてあなたが福永家で犯した罪について話があります。持ってきました、これです。葉月さんの死体に飾られてた花だ。鉄砲百合と共に散る、こういうことだったんですか。それが違うの、この花同じ百合でも鉄砲百合じゃないの、高砂百合って種類なの。猫田さん、かしこまりました。はい、二つとも花はそっくり、でも葉っぱの形は違う。現場にはこっちの高砂百合の方の葉っぱが落ちてて、調べたら現場の花は全部高砂百合の方だった。鉄砲百合なら隣の植物園にだってあるらしいし、花屋で注文もできるし簡単に手に入るの。でも一方高砂百合はこの辺じゃ5キロ先にある私立公園まで行かないと手に入らなくて、どうして犯人はわざわざ鉄砲百合を指定しておきながら手に入れるのが面倒な高砂百合を飾ったのかしら。え、いや、あの似てるから偶然間違えちゃったんじゃないですか。バカ野郎、そんな単純な話だったら誰も悩まんわ。あ、そっか。あ、あの二人はこう捜査みたいなことはやらないんですか。え、いや、僕はそんな、別に君たちの推理を聞こうなんての思ってない、絶対に違う。裏でやってますよ。あ、ね、そういえばメグ、植物園の正面玄関覚えてる。え、うん。開園と閉園の時間何時だったか分かる。9時開園で夕方6時まで。なるほど、つまり犯人は人目につくから昼間に行動するのは避けていたってことか。どうぞ。智恵さん。はい。この手紙に書いてある葉月さんの犯した罪について何か知りませんか。先ほど警察の方にも聞かれたんですけど、私は何も。そうですか。でも右近さん、あなたは知っていましたね、葉月さんの犯した罪について。え、右近がどうして。この手紙を書いたのは右近さん、あんただ。右近の癖。え、いや、あ、ほら、そんな間違い誰でもあるでしょうよ。嘘はやめた方がいい。あなたが屋根裏部屋に葉月さんを呼び出したんだ。ちょっと待って、リュウ、今の推理無理があると思う。確かにこの間違いは右近さんの癖かもしれない。だけどこれ書いたのってパソコンで打ったものでしょ。手書きで勢いで間違えたのならあるけど、パソコンなら福永って変換するわけだし氷になるっていうのはないと思う。キュウ君助かったよ。違う、僕がずっと気になってるのはそのわざとらしい芝居の方なんだ。幼稚なふりをして周囲を惑わせる。リュウ、どうしたんだよ。リュウらしくないよ。いつもなら冷静で論理的に推理するのに。焦る気持ちは分かるけどさ。焦る、僕が何を焦ってるっていうんだ。ちょっと待ってリュウ、ちょっと待って、ちょっと離せ。離さない。僕のどこが焦ってるって言うんだよ。冥王星との賭けが原因でしょ。まさか。ごめん、僕聞いちゃったんだ、そのケルベロスってやつと竜の話。言ったよね、前にも一回だけそのケルベロスって人僕の前に現れたって。天草竜の正体をご存知ですか。
聞いた通り僕は冥王星の正当な後継者だ。信じられないよ。僕も信じたくなかった。小さい時から僕を育ててきてくれた祖父とその周りの人たちがよりによって祖父、冥王星を作り上げたのは僕の祖父、キングハデスと呼ばれている男だ。キングハデス。ダン先生に言うなり警察に言うなり好きにしてくれ。言わないよ。竜のおじいさんが誰であろうと関係ない。竜、僕たちは仲間でしょ。僕はそう信じてる。だから信じるなんて軽々しく言えな。竜は何も分かってない。僕がどれだけ自分の血を憎んでいるのか。僕は僕一人でこの呪われた運命と戦う。キューたちに迷惑をかけない。ちょっとあんたたち、どうしたの？なんで喧嘩してるの？っていうか喧嘩してる場合じゃないでしょ。二人が力を合わせないと冥王星と戦えないじゃない。戻るわよ。事件はまだ全く解決してない。